今日もよろしくお願いします。今日はちょっと盛りだくさんですので、スムーズにいきたいと思いますので皆さんご協力よろしくお願いします。まず一つ目が、子どものショートステイの見直しです。ショートステイという言葉馴染みがない方もいらっしゃるかと思います。保護者の方が病気あるいは仕事などで家庭において一時的にお子さんを養育することができなくなったとき、または育児不安あるいは育児に疲れたといったときにお子さんをお預かりして子育てを支援するという制度がこの子どものショートステイとなっています。じゃあどんなときかというと、例えばお父さんが病気で入院することとなりましたといった場合や、出産するために上の子の面倒を見ることができないといったケース、それからお母さんが育児でお疲れになっているといったケースが考えられます。こういったときにこれまでは0歳から小学校入学前のお子さんを対象として松江赤十字乳児院と双十学院、これ腰原なんですが、この2つの施設での受け入れというのが可能ではありました。これに今回11月から里親を加えることとしております。皆さん里親の制度についてはここでは詳細は触れておりませんけれども、一定の要件を満たした方がまた5年ごとのですね更新の研修なども受けていただきながら、自分の実子ではないお子さんをですね預かるという制度がございます。この里親の方にショートステイという受け入れ先になっていただくことを、これを11月から実施いたします。そういたしますと子どもの対象年齢がどうなるか、0歳から小学校入学前だったのが小学校6年生まで受け入れ可能となります。またそのショートステイの実施先として先ほどの2つの施設については引き続き、ただここには年齢制限がありましたので6年生まで里親の家族では受け入れることができるといった制度の変更を行うものです。この里親が加わることによって今申し上げた利用対象者が小学校6年生まで拡充できるということで、これまで対象外だった小学生のお子さんをお持ちの方の受け入れが可能になりますので、ご兄弟一緒にですね預かることもできるようになるというものです。そしてまた送迎も可能になります。今までは施設だけでしたけれども、里親の方がですねお子さんを自宅まで迎えに行くことが、例えば先ほどあったようなお父さんが急に入院されるといったときにお子さんを迎えに行くことも可能になりますし、里親の方のご自宅から毎日と同じようにですね幼稚園や小学校に通うこともできるようになるといった点がございます。ただ実際今里親に登録されている方多くはありません。ですので今回里親制度に関心がある方はぜひ島根県の中央児童相談所までご連絡いただきまして、また今説明申し上げました子どものショートステイを利用したい方につきましては松江市の子育て部子育て支援課までお問い合わせをいただければと思います。2つ目も子育ての関連でございます。松江の子育て AI コンシェルジュというのを今年の4月から運用しております。でこれは LINE にですね友達登録をしていただくのみの手続きで、子育てに関するいろんな情報が得ることができるというふうなサイト、LINE のサービスということになっています。これは松江市が提供しています。例えば忙しい方、日中はですね仕事に子育てにお忙しいと、で夜になって誰かに相談しようと思ってもなかなか相談する相手あるいは時間もないという子育ての悩みを抱えていらっしゃる子育て世代の方多いかと思います。この AI コンシェルジュを使いますと24時間365日相談できるということができます。例えば熱が出た、お子さんが熱が出た、鼻が詰まるというふうに入力していただくと、それに AI が自動で返信するような形で手がかりとなるような回答をさせていただきます。またさらに突っ込んだ質問をいただいてですね、そこから選択いただくということもできます。例えば保育所の申し込みというふうに入力しますと申し込み手続きのリンクが登場する、あるいは公園に行きたいとき、ここから一番近い公園というのを探すこともできるわけです。これはその画面ですね、実際携帯に LINE でアクセスしたときに、こういった子どもが熱を出してしまいましたというふうな質問をしていただくと、それに対してこれは AI が自動的に解析しまして、具体的なですね今の心配事に対する回答解決策となるようなことを提示させていただきます。そういったやり取りができるようなシステムになっております。でこれがですね10月1日から
情報発信をするという機能、これは松江市の方から登録していただいた皆さんに情報発信する機能を追加させていただきました。具体的にはこれが10月1日にまさに発信させていただいたものでして、まあ、ここをですねクリックしていただくと、今はこれ松江市のサイトに飛ぶんですが、なかなかコロナで外に出にくいときに、お家でですね遊べるものということを具体的な動画で紹介をさせていただいてます。松江市の職員が出てまいりまして、で、牛乳パックでですねぴょんぴょん飛ぶような、ものを作る、その作り方とかそういったことを披露させていただいております。まあ、今後も、親子で作る料理のレシピであるとか、まあ、その他イベント情報なども発信していく予定です。こういった形での発信を予定しております。登録方法は市のホームページに QR コードを掲載しております。まあ、この QR コードでございますが、これで追加をいただく、あるいは LINE の友達検索でこの IDお入力いただいて友達登録いただければと思っております。これAI で解析をしておりますので、たくさんの方にご利用いただいてですね、で満足度、満足しましたか、はい、いいえという選択肢も出てまいります。でそれによって品質の向上が図られて、まあ、その AI コンシェルジュ自体もですねこう成長していくというプロセスになりますので、ぜひ皆さんもご利用いただきまして、皆さんのまた次の世代のですね子育て世代の役にも立つようなシステムになればいいなと思っております。次が中心市街地のエリアビジョンの策定についてです。これは前にも申し上げたことがありますけれども、具体的にですね市民の皆様から参加いただく形での意見募集を始めたいと思っております。エリアビジョンといいますのは、この松江の中心市街地のまちづくりを進めるために、官民がそのイメージを共有することが必要だという問題認識のもとで、将来の地図にあたるエリアビジョンの策定に今検討に入っているものであります。具体的には歴史だとか地域の特性を踏まえて、どこの場所にどういった町並みが形成されるのがいいのかということを市民の皆さんに参加いただいて、ワークショップという形で作ってまいりたいと考えております。これが今エリアビジョンの素案として作っているものでございまして、例えば松江駅前においては多くの来訪者が憩い集うことのできる松江の玄関口として、松江駅前の周辺ゾーンは作っていかなきゃいけない。例えばお城のあたりについては、江戸期の歴史文化を今に伝える松江城の周辺ゾーンという位置づけ、こういったそれぞれのエリアごとの位置づけをまず案にしておりまして、そこにご意見をいただいて皆さんと一緒に松江の中心市街地を作っていくというふうな計画でございます。そのためのワークショップの参加者募集、あと意見募集のお知らせです。10月30日に2回に分けまして、それぞれ3時間ずつこのワークショップを開催いたします。 Zoom によるウェブ参加をお願いしたいと思っておりまして、高校生以上49歳までの松江市在住あるいは通勤通学していらっしゃる方を対象としております。学会30名をですね先着順で募集させていただきますので、電話もしくは島根電子申請システムの方に10月27日までにお申し込みをいただきたいと思います。それとこれはどなたでもですね、参加いただけるというか意見募集でございまして、松江市のホームページ上で10月の末まで、10月の30日まで失礼しました、意見募集をさせていただいておりますので、これもぜひ意見をお寄せいただければと思っております。皆さんと一緒にこの町並み作っていきたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。今のエリアビジョンと少し関連いたしますが、白方本町通りの社会実験についてです。今見たですね、全体の松江市の中心市街地のエリアビジョンの一部をなします、松江大橋のですね南詰めのですねこの道路ですね、これを白方本町通りというふうに言います。これがちょっと小さいですが写真なんですが、一方通行でバスも通ってます。で十分な歩行空間がないということで、ここをですね都市計画道路として指定して、で開発をしていくという方向性については、実は昭和33年にですね都市計画決定がなされております。以後進んでおりません。でこれをですね、今回エリアビジョンあるいは中心市街地の活性化の文脈の中で、いかにですね使いやすいものにしていくかと、中心市街地、商店街のにぎわいを取り戻していく、そのためのすべにしていくかということを検討してまいりたいと考えております。現状はこれ道路を横から見たような図ですけども、3.5 メートルの車道があって、その横に路肩
1.7 から 1.8 メートルの路肩があるという道路幅大体約7メートルという状態です。これを今この都市計画の中では 3.0 メートルの車道を片側ではなくて両側通すと、まあ、南北両方に通すというのと、まあ、歩道を確保するというふうな、都市計画決定の内容となっています。じゃあ果たしてこれが一番いいのかどうかということを、実はあの住民の皆さん、あるいは地権者の皆さん、このですね、白方本町通りにお店を置いてらっしゃる皆さんとこれまで何回にかにわたって協議をさせていただいてまいりました。でその結論としてですね、まあ、ここに書いてございますが、地域の皆さんと一緒に考えたところ、必ずしもその2車線でですね、双方通行にすることなく、今と同じように一方通行の道路にして、ある程度ですね、その歩道、まあ、路肩、言い方いろいろあると思いますが、そこの余裕の幅を取ると。でそこに、例えば店舗に出てきてもらう、キッチンカーのような店舗ですね、移動式の店舗に出てきてもらったり、あるいはそのイベントの開催をするということで、にぎわいが取り戻せるのではないかというふうな仮説を皆さんと一緒に立てさせていただきました。そのための社会実験をしたいというのが今回の考えでございます。具体的には来週の月曜日10月の18日から約1ヶ月にわたって11月の13日までこの道路をですね、まあ、市民の皆さん、そして実際にそこで店舗を運営されている皆さん、またキッチンカーをやってらっしゃるような皆さんに実際に来ていただいて、でそこで体験をしていただくということをさせていただきます。現行 3.5 メートルの車道をですね、3メーターに縮めることによって、歩道の部分といいますか、そういったキッチンカーがですね、置けるスペースを作り出します。でそこにキッチンカー、飲食提供をしたり、アート空間の演出などを考えておりまして、このですね、ここに書いてあります、まあ、金曜日土曜日ですね、においてそういったにぎわいの実証実験の場ということになりますので、皆様にもぜひ足をお運びいただければと考えております。でいただき、足を運んでいただきまして、でその実験会場で、市役所の職員がおります。職員がアンケートをお願いしたりですね、インタビューにお答えいただいて、実際使い勝手についてのご意見をいただきたいと思っております。またそれを受けて、この白方本町通りをいかに活用していくかといったところにつなげていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。次が東京電力の福島第一原子力発電所等の視察についてでございます。今度10月の21日の木曜日にですね、私自身が福島第一原発に行きまして視察をさせていただくということで今段取りをしております。コロナの状況にもよるところはありますが、今のところこの日取りで行ってまいりたいというふうに考えております。視察内容としましては、資料館あるいは原発自体をですね、見させていただいて、福島の事故の概要教訓あるいは廃炉事業の現状を把握していくということ、それから発電所自体の現状も把握するといったことのために今回行ってまいろうというふうに考えているところでございます。これはこの次の話とも若干関連いたします。これは島根県と松江市、他の市とですね、共催で島根原発に関する住民説明会を開催するというお知らせです。すでにリリースさせていただいている内容と同じということになりますが、今一度ご説明をさせていただきます。目的としましては、島根原発2号機の適合性審査の結果、あるいは避難計画を含みます原子力防災の取り組み、エネルギー政策などについて国の関係省庁、中国電力からの説明をいただくというものになっています。具体的な開催日時と会場については、もう記者の皆さんにはもうあらかじめ見てもいただいているかと思いますが、今一度見させていただくと、これが予定されている全7回でございまして、黄色の網掛けにしているところが松江市内で開催させていただくものとなっております。鹿島文化ホールで2回、国引きメッセで2回という予定になっております。すいません。で、この4回のうち、4回につきましては、松江市独自でオンラインでの開催、要はですね、Zoom を接続して、でそれによってオンラインでも参加いただける仕組みを整えます。ズームですので双方向になることができますので、質問を出していただくことができます。ただ会場にいる方のですね、質問への回答というのが優先されますので、仮に当日お答えできなかった場合には後日回答させていただくというふうな形になりますが、いずれにしましてもオンラインでの開催もさせていただくということで、もう一つは11月7日、この国引きメッセ
の会につきましては、できるだけたくさんの方にご参加いただきたいという思いから、パブリックビューイングの方式を考えております。つまりは、国引きメッセで通常通り開催されるのに合わせて、その模様を大型のスクリーンに映し出すという形でも開催いたします。これ、松江テルサとスティックビルという2か所において同時に開催させていただくということにしております。できるだけたくさんの方に見ていただいて、またご意見もいただきたいと考えております。説明内容としましては、原子力規制庁から、島根原発2号機の審査結果、内閣府から原子力防災の取り組み、資源エネルギー庁からエネルギー政策、原発の安全性、必要性について中国電力からということを予定しております。申し込み期限が説明会場に参加いただく場合には10月の18日、オンラインへの参加についての締め切りが18日と13日ですね、こちらは。パブリックビューイングは11月7日ですので、少し遅めに設定されてまして、11月の1日となっております。皆様、ふるってご参加いただければと思います。では、ここまでで、一旦切らせていただきます。ありがとうございます。ここまでのところ、題目6番までございましたが、各社さん、質問あればお願いいたします。じゃあ、どうぞ、参議長審判。すみません、参院長新報の片山です。よろしくお願いいたします。まず子どものショートステイの見直しに関してなんですが、はい、すみません、ちょっと大変勉強不足で申し訳ないんですが、この見直しというのはですね、全国的な動きなのか、それとも市、独自的な動きなのか、それと子どものショートステイというのは市の事業としてやっておられるのか、そういったところを教えてもらえますでしょうか。はい、松江市独自の取り組みとして今回拡充させていただくこととしております。実際子育て世帯の方からですね、何か急に、どうしてもそのお子さんの面倒が見れないというふうな状況をお聞きすることがありまして、でそこをいかにですね、皆さんの負担を和らげていくかというふうな観点で考えたところではあります。ただ申し上げました通り、里親自体がですね、まだあまりこう、浸透していないといいますか、ネットで検索しても大体こう動物の里親というのしか出てこないような状況にあってですね、でここは島根県もですね、同じ問題意識を持ってまして、里親、関心がある方というのをですね、発掘して、で、それで育て、そういった里親の方を育てていくことによって、結果としてですね、たくさんの方が、この制度も利用できるというふうな形になればというふうな思いを持っております。わかりました。これ事業費がかかると思うんですが、その事業費はどうされるお考えでしょうか。今はですね、まだ例えばその11月のですね、補正を組むとかそういった話ではなくて、この中でですね、今持っている当初予算の中で運用していくということで考えているところです。当初予算でいうと何費で盛り込んでるんですか。では調べまして後でお伝えします。わかりました。それとですね、福島第一原発の、視察に関しまして伺います。これは、訪問先としてはですね、福島第一原発を訪ねられて、はい、東電の方から、説明を受けるというような形ですか、それとも他の、町とかにも行かれるお考えでしょうか。ですね、今回時間的な余裕も、時間的な、スケジュール的なものもありまして、今行くのはこの廃炉資料館と福島第一原発という2つ2箇所になります。で今ご指摘の通り、東京電力の方にですね、案内をしていただいて説明をいただくということを予定しています。わかりました。これというのは、2号機が審査合格、島根2号機が審査合格して、はい、これから地元同意の、可否の判断をされると思います、はい、そうした判断の参考にするために行かれるっていう目的もあるんでしょうか。はい、いわゆる適合性審査ですねに、通過したということですけれども、適合性審査の審査基準の前提となっているのがこの福島での事故という、それを教訓として作られた基準をクリアしたというふうな流れですので、ですので、元に立ち返ってその福島で何が起こっていたか、でそれによってどういうふうな規制強化があり、でそれをクリアしたことについては先ほどの説明会等でも説明をいただくわけなんですが、その流れの中で、福島について確認しておきたいという意向を持っておりまして、今回、視察をさせていただくというものになります。ではそうしたものを把握して、これから市民の意見を聞いて
ということになると思うんですが、はい、やっぱりまあその地元同意の判断を可否を判断する際の、まあ、一つのまあ過程といいますか、はい、そういったふうなこととして捉えてもよろしいんでしょうか。あ、おっしゃる通りです。あの一つの要素として考えていただければと思います。わかりました、ありがとうございます。読売新聞さん挙げてらっしゃいました。読売新聞の坂と言います、よろしくお願いします。辛坊さん若干被るんですけれども、あの子どものショートステイのことに関してお伺いしたいと思ってまして、はい、先ほど松江市独自の取り組みとして拡充したいというお考えを話していらっしゃったと思うんですけれども、はい、この子どものショートステイというその制度というか事業というか、これそのものはあの松江市がまあ独自にやってたものというよりはあの、はい、割と全国の自治体にもあってっていう。あ、そうだと思います。はい、あのそうです。あの、こういったショートステイの制度自体はあるんですが、まあ、それを運用していくやり方としてですね、あの市民の皆さんが子育てで、まあ、どこで悩んでらっしゃるかといった要点をついて、まあ、それに対して解決策対応策というのを提示させていただきたいと思っているところです。今回あの、委託先として新たに里親をというお話だったんですけども、はい、あの、その拡充のタイミングがあの、ま、今はい、になったのはそのどういう経緯があったんでしょう。ですね、あの検討自体はしておりまして、であの、まあ、里親 の、 です、ね、あの方実際受け入れ先となっていただく必要がありますので、まあ、そこの調整をさせていただいてたということになりまして、あの先ほど、ご質問もありましたが、あの何かです、ね、予算をつけて、それがかあの通ったから、進めていくという形ではありませんので、あの調整が整い次第、実行したいというふうに考えていて今のタイミングになったということでございます。例えばあの新型コロナウイルス下であの、まあ、なかなかその子どもの面倒があの見れないなどの事情が発生しているので、まあ、今年度になったとかそういうことは特にない。そうですね、あの統計的に取っているわけではないですが、まあ、一般的に子育ても含めてなかなか難しい状況にあるというのは共通の悩みとしてはあると思いますので、まあ、できるだけ早くこの運用も開始したかったというところはあります。コロナ禍はあまり関係ないという理解でよろしいでしょうか。そうですね、あの、まあ、コロナ禍があったからということ の、 あの直接の理由にはなっていないということにはなりますね。ありがとうございます。あとエリアビジョンなんですけれども、はい、あのこのエリアビジョンのお話なんですけれども、あの市長が、選挙当時から言われているあの職人商店街 の、はい、あの想定してのものなのかなとも思うんですけれども、はい、あのまあ、このエリアビジョンをもって将来そのどうしていこうというお考えがそのあるのかちょっと改めて聞いていいでしょうか。わかりました。あの松江の中心市街地自体がまあ今非常に元気のない状況になっていて、でその中でも商店街がですね、にぎわいを取り戻していくというのが松江市全体の発展にもつながることだというふうな認識を持っています。で今回はその中心市街地のまあ活性化のためにそれぞれ当然歴史伝統文化がありますから、あの何もないところにですね一からこう町を作り上げていくのではなくて、今すでにある誇れるものをですね生かしながら、その地その地にあったユニークな町並みを整えていくというためのスタート地点というふうに考えています。ですのであの先ほどおっしゃっていただいた職人商店街もですねこの中に包含されておりまして、あの、まあ、ものづくりをやっているこの中の、まあ、中心市街地のですね中でのものづくり伝統的なものをやっているところを、職人商店街として育てていきたいというのも一つですし、あのこのですね、中心市街地自体が松江駅前から、まああの殿町のですね辺りまでを対象としてますけども、あのそれぞれのエリアがつながってですね回遊性が高まって、まあ、職人商店街も含めてあのたくさんの方が行き来できるような場所にしていきたいというふうな思いがあります。もう一つはすいません、あの今大橋川、まあ、これですねこの大橋川の今後その改修工事が予定されてます。でこれはあのいわゆるまあ治水、あの水を治めるですね治水の目的ではあるんですが、それに合わせてあの国際文化観光都市70年を迎える松江、また水の都と言われる松江のですね魅力を高めていくチャンスだというふうに思ってまして、この水辺の有効活用利活用についてもですね合わせて考えることで、その松江の町の魅力をさらに高めていきたいなと、その入り口にあるのがこのエリアビジョンというふうにお考えください。ありがとうございます。すいません、ちょっと話が戻るんですけども、はい、あの子どものショートステイのことでちょっとあの市長から一言メッセージをいただきたいと思ってまして、はい、あのまあ、子育て世代の、親御さんたちからすると、まあ、あの制度が利用しやすくあのなるということになるのかなと思うんですけども、あの、まあ、今回の、
まあ、制度の拡充を受けてその市民に対してそのまあ一言メッセージというか、はい、あの呼びかけを一言お願いできたらと思います。はい、わかりました。あの、まあ、コロナということも含めてですね、市民の皆さん、子育て世代の皆さん以外の市民の方も含めて、あのいろんな悩みがあると思うんですね。でそれを解決するのが、あるいは、解決するための糸口というのを提案させていただくのが行政の役割だというふうに思っています。ですのでぜひですね、皆様からもあの悩んでらっしゃることをですね、あの、市民部等に対してダイレクトにメッセージをいただいて、でそれでできることが実際にあります。今回のこの話というのも子育て世代の皆さんが実際に困ってらっしゃること、まあ、そこに端を発して、市役所としてどういったサービスが提供できるのかということを子育て部の方で考えた結果でございます。あのですので皆さんもあのご自身のだけにですね、その問題をとどめずに、あの、まあ、周囲の方あるいは市役所も巻き込んでその解決をしていただきたいというふうに思いますので、ぜひ、お声をお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 NHK さんお願いします。NHK の伊藤と申します。よろしくお願いします。あの原発に関連してお伺いしたいんですけれども、はい、あの先ほどのご発言の中で、あの東京電力の福島第一原発を見ることで、あの、自治体の判断の基準の一つとしての要素としても考えたいというの発言もありましたけど、今は現状こう国からも説明をいろいろ受けている中で、その判断とその判断を示す時期などについてこう今の段階でのお考えあれば。はい、あの今の段階で具体的な時期について、考えはありません。あの、時期というのを先に決めて議論をしていく、まあ、問題もいろいろあるとは思うんですけど、あの本件についてはそれはなじまないというふうに思っていまして、説明を、まあ、これまでも説明会の場にも私も出席はしておりますが、あのさらに深掘りしていくことと、まあ、説明をですね、また市民の皆さんに聞いていただいて、その市民の皆さんからの意見も伺ってといったプロセスを経て、丁寧に判断していきたいというふうに思っています。それと、あの、住民団体の方も立ち上がるような予定でありまして、それで例えばその、視聴者の時のように、住民投票条例の直接請求などもまあ想定されるわけですけれども、そういった時にあの、まあ、そういった市民の意見を尊重して住民投票すべきという今の段階でのお考えなのか、それともまた特別委員会など議会もある中でそういったところで議論して、その、まあ、市民の代表である議員たちの中で議論していくべきなのか、今の段階ではどうお考えでしょう。あの今のところで何かあの固まった結論というのがあるわけではありません。あの市民の皆さんが、まあ、これはあの原発に対する直接的な意見も含めてなんですが、どういったことを考えていらっしゃるかということを、まあ、丁寧にお聞きしていくというプロセスを経てまいりたいと考えているところです。わかりました。ありがとうございます。他に、あ、はい、朝日新聞さんお願いします。朝日新聞の木本と言います。よろしくお願いします。子どものショートステイの件なんですけど、里親をですね加えるというのは、これはあの松江市独自の取り組みなんでしょうか。あ、他にもやってらっしゃるところはあると思います。そうですか。で、あの、まあ、一つ申し上げておくと、すみません繰り返しになりますが、里親の方自体がですね、あんまりまだ今あの規模として多くないのも実は松江市の特徴ではありまして、で今回実はその里親に関心がある方を、まあ、できるだけですね、あの見つけて、でそういった方にまた登録をしていただきたいというふうな目的も一つあります。あのこれが今里親制度自体が盤石で、まあ、解決策としてですね、あのこれだけで終わるということではないものですから、そこはあのお含みを聞いただければと思います。あの市長の考えの中に、おそらくこの人口減といいますか、子育てがしやすいっていうね、ことを問題意識の中に背景にあるんじゃないかと思うんですけども、はい、その辺いかがですか。このそうですね、あのこれは子育て世代に関わらずなんですが、あの子どもたちをまあ地域で育てていきたいと、まあ、共生社会という言葉を前にも使わせていただいているんです。共に生きるですね。であの、まあ、確かに、少子高齢化が進んで、こう担い手というのが不足してという状況にはあるものの、この、まあ、松江にある地域性といいますか、
それぞれがですね一人一人でこう孤立するのではなくて、みんなでこう一緒になってですねその地域を支えていきたいという思いを持っていらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですね。ただそれがなかなかつなぎきれていないというか、ニーズもあって、で実際にそこで活躍したいという方もいらっしゃるんですけども、それぞれが別個になってしまってですね、結果的に出会いがないので問題も解決されないという状況が今まであったと思います。でそれをどういった形で解決していくのかっていうのを今考えてまして、一つはさっき AI コンシェルジュというのもありましたけど、AI だとか IT だとかですね、そういった新しい技術を利用することによってマッチングが図れる部分もあると思いますし、こういった候補をさせていただいて、実際里親になってらっしゃる方、あるいはなりたいというふうなこう意識を持ってらっしゃる方と、それをその里親の方に頼りたいと思ってらっしゃる方ですね、というのをうまくこうつないでいくことによって、こう地域としての力をさらにこう育んでいくということができると思ってますので、こういった取り組みはこれからもぜひ続けていきたいと考えています。ありがとうございました。はい、共同通信さんお願いします。共同通信の久保田といいます。お願いします、はい、今の子どものショートステイの件なんですけど、これまではその施設が2つ入ってたと思うんですけども、はい、これに加えて小学6年生まで預けられる施設を加えようとかっていうふうにはならなかったんでしょうか。はい、これは、いろんなですね、実際の受け入れができるかどうかというふうに打診しているところもありますので、結論としてはですね、今の段階ではまだこの2つに施設としてはですね、この2つしかもいろんな条件がついているという形になっているんですが、もしまたこれを機にですね、施設を運営されている方の方で受け入れが可能だというふうな話があれば、それをご相談させていただきたいと思いますし、目的としましては、市民の皆さんがより子育てしやすくなる環境づくりということになりますので、この他にもですね、何かもしアイデアがあれば、ぜひ市民の皆さんから、また記者の皆さんからもいただければなというふうに思っております。ありました。もう一点すみません、はい、AI コンシェルジュなんですけども、はい、回答を AI がこう答えてくれるということで、この回答については誰がこう書いてるというか、設定するときのこの回答はソース元は何になるんでしょうか。まずですね、松江市もいろんな相談を受けてますの でそれに対する回答というのは、電話でさせていただくときもあります。子育て部の方で受けてそれを回答させていただく。でそれはノウハウとしてはもちろん蓄積されていますの でそれをシステムに落とし込んで、この質問がこのキーワードがあったときにはこういった回答をというふうに今システムの作り付けをしているところなんですね。ただまだ件数がそんなに多くないもんですから、そうするとその回答も一辺倒になってしまっているところもあってですね、具体的にそれを掘り下げていろんな個別の事例でご質問いただければ、きめの細かい回答が AI で学んでできるようになるので、それをこうデータベースとして蓄積していきたいんですね。要は市民の皆さんから実際にいただくご質問をビッグデータとして捉えてですね、それを AI で解析することによってより的確な答えを迅速に提供していくということを今後もやっていきたいと思っています。そうすると市の専門的な人がこう37から38度くらいの時はこうしてくださいっていうのをアドバイスとしてしているっていう感じ。そうです。きめの細かいアドバイスをもちろん電話ベースでさせていただいておりますし、ただ先ほど申し上げた通り、なかなかですね、日中だと市役所の方にこうご連絡されたり、あるいは医療機関にですねお尋ねしたりっていうのが難しいお父さんもお母さんもいらっしゃると思うので、夜にもですね24時間365日答えられるこういったサービス提供があったらいいというふうな市民の皆様からの声をいただいておりまして、でそれに対応して今回というか今年の4月からですね運用を始めているものです。それをさらに便利にしていくということで、今回情報発信を能動的にしていくような機能も付加させていただいたというご案内です。はい、お願いします。中国新聞さんお願いします。中国新聞の寺本です。すみません、白方本町通りの社会実験についてお伺いしたいんですけれども、はい、まず、昭和33年に都市計画決定がされた、この2車線のこの計画が、進んでないっていうのはどういった理由になるんでしょうか。一般的にこういった都市計画決定がなされて都市の再開発の事例というのはたくさんあるんですが、地権者の皆さんのご意向であったり、あるいは予算的なものだったりですね、というので、なかなか、進まん、ちょっとここまで生きていいかですけど、一般的にですね、進むのに時間がかかるというのはあるかと思います。
でその中で特にですね、今回エリアビジョンを策定する、それによって中心市街地の活性化をやっていくということを、私自身が、かなり能動的に考えておりまして、それをやるにあたってはこの白方本町のですね、正式名はこの末次本町再開本町線という都市計画道路について今後、その中心市街地の中の中核的な道路になると思うんですね。その利用方針というのをある程度見据えた上で全体のエリアビジョンに展開していきたいというふうな思いを持っておりまして、33年以降ですね、今まで特段の動きはありませんでしたが、この機会にですね、それをこう動かそうとしているところであります。すいません、少し細かいことになるんですけれども、はい、これをもともと2車線の、双方通行になる予定だったものを、地域の住民の方々とこう、再考して、やっぱりこう1車線の一方通行でもやっていけるだろうというお話になったということだったんですけれども、これは、例えばその関連でこう2車線するとやっぱり用地買収の問題ですとか、そういうところも関わってくるんですかね。ですね、道路の広さについては大きく変えるということを考えていないんですが、やはりこうにぎわいの拠点とするときにですね、2車線にして道路を通して車で通してですね、それで利便性が確保されてたっていう時代ではないんじゃないかという仮説に基づいてます。本当に中心部ですので、むしろ人がですね、こう歩くための空間である、本来的な道路の目的ですねというのを果たす方が少なくともこの立地においてはですね、ふさわしいのではないかっていうふうな議論をさせていただいてまして、で、これも結論ではまだなくてですね、仮に一車線で、今と同じ、北側に一方通行でしてみたときに、空間がそうするとできるわけですね。でその空間がいかに活用できるかという観点で今回やってみようっていうところなんですね。でこれは市の方で一方的に決めたものではなくてですね、先ほど少し申し上げましたが、住民の方であったり、地権者の方であったり、でそこで実際店舗構えてらっしゃる方であったりですね、幅広く意見をこれまでもお聞きしているところなんですね。でそういった方の意向を踏まえて、まずはこの形でやってみようと。で、うまくいってないところもあるかもしれないので、そこはどういうふうな形で、税制修正していくのかというのをみんなで考えていこうというふうな取り組みとしてスタートしていきたいと思っています。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしければちょっとこちらの方からですね、皆様にお願いがありまして、すみません、ちょっと時間がないところ恐縮なんですが、先般ですね、読売新聞さんの方で、松江市 の SNS での情報発信について記事で取り上げていただきました。でその他の新聞社様、テレビ局様からもですね、たまに問い合わせをいただくことがあります。一言で言いますとですね、SNS あるいは、テレビのニュース、そしてまた新聞での記事掲載、そういったところをどんどんやっていきたいと、皆さんに取り上げていただきたいと思っているんですが、そのためにはどういったことが必要なのかというのをですね、逆にすいません、記者の皆さんにお尋ねしたいというふうに思っております。でこちらがですね、松江市の、SNS の現状です。でツイッターとフェイスブックとインスタグラムに分けていますが、ツイッターのフォロワー数はですね、ツイッターを開設したのが他の自治体に比べると実は結構最近でございまして、3年半前、3年半前、4年半前ということになります。そして、1年半ぐらい前まではですね、もう本当一桁、すいません、数百人台ということになってたんですが、今年の3月に1400人、そして今10月時点で2600人という数のフォローをしていただいてます。ただ近隣の自治体と比べたときにですね、必ずしも多い数字ではありませんで、前から私も申し上げているんですが、いろんな情報発信をさせていただくんですけども、それが皆さんの耳に届かないとですね、目に触れないと情報を発信していないのと同じだというふうな認識を持っておりまして、できるだけたくさんの方にフォローもいただきたいですし、お耳にも届くような形でメディアの皆さんにも取り上げていただきたいと、そういう思いを持っています。ちなみにフェイスブックに至ってはですね、インスタグラムもそうなんですが、ついこの間開設したところでありまして、まだその3桁台といいますか、数百人で推移しているというふうな状況でございまして、
これはあの SNS ですけども、それ以外のメディアも含めて、まあ、どういった形で情報を発信していけばですね、メディアの皆さんに取り上げていただけるのか、 SNS で、効果的にですね情報を提供させていただけるのかといったところ、ご意見をいただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。読売新聞さん、ちょっと責任を持ってということで社名も出して言っていただいたので、ある種当事者であるというような、まあ、態度でご質問させていただきますけれども、市の秘書広報課の方に、お伺いしたのと全く同じことをお伺いしようと思いますが、はい、ツイッターはその一度フォローをしてしまえば、その、フォローを外さない限りは続けて情報がどんどん入ってくるという仕組みであると思うんですけども、はい、例えばそのスサノオマジックであったりだとか、錦織圭選手のお母様が来た時とか、明らかにその反応がいい話題というのが あって、はい、なのでそういういわゆる反応がいい話題で市民の方の注目を集めて、で本当に必要な情報というか市の側から届けたい情報をその後フォロー外してないんで、届けていくというようなやり方もあると思うんですけど、はい、いわゆるそのバズりといいますか、もう一気にそのツイッターに関してその注目を集めるようなこう施策であったり取り組みをされたいというようなお考えなどあったら、ちょっとお考えを聞きたいんですけど。わかりました、ありがとうございます。ですね、これ先ほど申し上げた通り、情報をできるだけ皆さんに届けたいと、でそれが緊急性が高い情報というのがたくさんの方にフォローしていただければできるだけ早くお届けできるということになると思うんですね。ただこれ読売新聞さんおっしゃる通りで、やっぱり、何がバズるかっていったら面白いものだと思うんです。興味を引くものがないと皆さん登録をする、インセンティブが湧かないと思うんですね。ですので基本は面白い情報、興味深い情報を、しかも継続的に提供するというのがすごく重要だというふうに自覚はしています。でその上で仮に災害が起こった時に、いつも自分が見てるツイッターで情報が松江市から、今、ここが何とか警戒情報が出てますというのをキャッチできることで、例えば避難が迅速にできるとか、そういった流れの方が普通だと思うんですね。ですので、日常時からですね、例えば私が何をやっているかというその動きが、皆さんのこう肌感覚として分かるような形で今は提供はしてるんですけども、ちょっとある種硬すぎる側面があるのかもしれませんが、どうしても、面白いと捉えていただけるものというのは、先ほどおっしゃっていただいたようなちょっと著名な方がですね一緒にこう出ていただいているようなものが今はどうしてもかなり、それに偏っているので、いかにそれをその、面白い情報として、掲載できるかなというところの問題意識を持っております。あとすいません、もう一つ思っていることがありまして、松江市としてというか、その公式ツイッターで言ってもその松江市さんの、本体といいますか、大元のやつがあれば防災情報だけまとめたやつがあり、松江観光協会だけのものがあり、多岐に分かれていると。で松江観光協会さんが挙げられているやつは、観光情報なので結構花鳥 風月的な写真映えするものも多かったりして、むしろそういうのの方が松江市の公式ツイッターに上げることで興味を引けるんじゃないかと思ったりもするんですけど、そこはなんか組織内で炭焼きがあってできなかったりするんですかね。そういうことはないですね。今はその観光情報を得たい方、防災情報を得たい方っていう方はそちらに行っていただき、全体の情報が見たい方は松江市のサイトにということで、ツイッターについて言えばリツイートをですね松江市の方ではしているという状況にありますので、とりあえず松江市の方を見ていただければ完全にタイムリーではないんですけど情報は得られるんですね。ただ、実際その防災情報に登録していただいている、フォロワーの方の方が多いので、ですので防災の時にですね頼りにしていただけているっていうふうなありがたい、話だと受け止めている反面で、日常的なですね情報発信の魅力というのは今後高めていかなければいけないなという問題認識を持っておりますね。ちょっと整理をしたいんですけども、今現在やっておられる取り組みとしてツイッターがありますと、フェイスブックがあります、インスタグラムがあります。それ以外に情報発信の手段というとどんなものをやっておられるんでしょう。ホームページであり司法であり、でまたこの記者会見の場であり、
で、まあ、やっぱりこうメディアの皆さんに取り上げていただくと一気にたくさんの方に見ていただけるので本当にありがたいんですね。ただそこの勘どころというのはすみません各社さんによってまた違うのかもしれませんが、むしろこういう情報発信をすることによって自分の、まあ、メディアとしてですね、そこの情報に価値があって取り上げたいんだというふうに思ってらっしゃるところがあればそれをお聞かせいただけるとこちらもその発信のしがいもありますし、こういうふうな工夫をしてこういう角度から発信すればいいのかなっていう学び気づきにもなると思うんですね。今日はぜひそういった意見をいただければと思っております。毎日新聞さんお願いします。毎日新聞の小坂です。まず初めにお尋ねしたいんですけれども、SNS をどんな人にフォローしてほしいというふうに、例えばその生活情報を欲している市民なのか、うん、それとも今後その、まあ、コロナ禍がそう、はい、少しずつこう穏やかになっていって、まあ、常に観光してほしいなっていうがためにフォローしてほしいのか、市長はどういうふうにお考えなんでしょう。今はですね、市民の方にまずは見ていただいて、市民の方がそれを見たいと思っていただける情報からスタートしたいと思ってます。で最終的にはすいません、ちょっと高いこと言ってしまって恐縮ですが、例えば英語での発信なんかも含めてですね、その松江市の魅力というのがいろんな方に伝わっていく形にはしていきたいんですね。なんですが、まずは、まあ、私が何をやっているか、それによってその、まあ、今どういうふうにですね、街が変わろうとしているのかというようなところを皆さんに把握していただき、そしてまた意見もいただいてというふうに考えているところです。個人的に松江市のアカウントと、それから防災情報のアカウントと、あと上貞市長のツイッターをフォローしているんですけれども、松江市のアカウントは多分秘書課の方が運営をされているのかなというふうにお見受けしているんですけれども、はい、大変恐縮なんですけれども、松江市のアカウントと上貞さんのアカウントでつぶやかれていることが結構類似のものが多くて、でこう、まあ、市長はこういうふうに活動されているんだなっていうのは分かりやすいので、うん、仕事として見る分には大変役立っているというか便利に使わせていただいているんですけど、一松江市民として見たときにこう継続してフォローしたいかっていうとちょっとクエスチョンなところがあってですね、というのも少しそのツイッターにしてもインスタにしても同じだと思うんですけれども、こう Facebook なんかの SNS に比べるともう少し柔らかい話題が多くてもいいのかなというふうに感じています。どうしてもそういう柔らかい話題っていうのはその観光情報だったり、それこそ先ほど読売さんもおっしゃってましたけど花鳥風月的なものが増えてしまうと思うんですね。で実際にその今 Twitter で確認をしてたんですけど、まあ、島根県でも、まあ、お隣の鳥取県でも県の公式のアカウントよりもトリピーとか島根っ子とかそういうなんかキャラクターを使ってこういろんな県の、まあ、花の見頃だったり名産品特産品だったりをフォローしている方の方がフォロワー数としてはぐんと伸びるんですよね。ですのでこうどういうふうなそのアカウントの方向性を持っていきたいかっていうので、そのフォローしていただけるかっていうのにはおのずと答えが見えてくるんじゃないのかなというふうに思っております。大変貴重なご意見をありがとうございます。すいません、甘い気を言って失礼しました。ありがとうございます。中国新聞さん、すいません、毎日新聞さんの、ご意見にちょっと加えてというか乗っかる形になるんですけれども、はい、松江市さんの、ツイッターの情報、こういう出来事がありましたとかこういうイベントがありましたってい こう結構事後報告のタイプが多いのかなというような、例えば市民参加型のものであれば、まあ、告知を、まあ、もう少し多めにしてもいいのかなというようなっていうのは普段見ていて思っています。あとちょっとこれはちょっと半分ぐらいの気で聞いていただきたいんですけど、ちょっと個人的に気になっているのが、南太平洋にナウル共和国っていう国があるんですけれども、そこが人口1万人ぐらいの総人口1万人ぐらいの国なんですけれども、ツイッターのフォロワー数が30万人ぐらいいてですね、で、まあ、一応公式と謳っているので、まあ、政治のことですとか政策のことももちろんつぶやいてはいるんですけれども、地域の食べ物ですとか、あとすごい景色が綺麗なところなので、一日の終わりにその、ま、海の景色ですとか、まあ、そういうのは松江市でもできることじゃないかなと思っておりまして、まあ、とても面白いツイッターなので、まあ多分若い方は結構
見てる方が多いんじゃないかなと個人的に思っておりまして、そういう発信がとても上手な自治体だけじゃなくて他いろんな国があると思いますので、結構今そういうグローバルなものを特に若い世代っていうのは旅行ができない時代ですので、気にしてるんじゃないかなと思いますので、ちょっと参考までに、はい、お伝えしておきます。ありがとうございます。参考させていただきます。ありがとうございます。隊長新報さん。参院長新報片山です。対策者じゃないのでご助言するのは偉そうで申し訳ないんですが、私はまあ新聞記事ニュース、テレビニュースでどうやったらまあ取り上げてもらえるかという観点から、はい、少しお話ししたいと思います。やっぱり投げ込みやその SNS で発信する時も含めてキャッチーな言葉が必要だと思います。先日松江市内の洋菓子店のクロードさんが賞味期限が10分のモンブランとか、キャッチーな話題をつけられて、結構テレビ等々でも取り上げられたと思います。でやっぱり投げ込みにしても、例えばその歴史物の展示であっても展示会をしますとかいうわけではなく、っていう告知の仕方ではなくて、その中の例えばこれが一押しとか、実は初公開だとか、行政の政策に関したら自治体初とか全国でも珍しいとか、はい、こういった文言つけるだけで我々も少し関心も変わりますので、はい、またその点も含めてご検討いただけるとと思います、はい、すいません失礼しました。ありがとうございます、同じものでもこう光の当て方、切り取り方によってこうニュースバリューが変わってくるということですよね。わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょう。すいません、追加でと言いますか、例えばなんですけど、その市長がよくあるもの磨きというか、すでにあるものを、磨いてより魅力的な町にしていくというようなことをおっしゃられていると思うんですけど、例えば松江で言いますと宍道湖の夕日などは同じ宍道湖の夕日でもその日ごとによって表情が全く違うといいますか、住んでる身からしても毎日見てても見飽きないぐらいの、魅力があるものと思うんですけど、例えばどこかに定点カメラを設置してそれを写真で撮って、で、それを秘書広報課さんが投稿するとか、なんか結構そういう、身近にあるものをもう普段からおっしゃられている通り、そのやればいいんじゃないかなとは思ったということだけお伝えしておきます。わかりました、はい、ありがとうございます。多分あまりこう木をてらうのではなくて、すでにあるものでなかなか見過ごしているようなものっていうのにフォーカス当てていくっていうことが必要ですね。あとそうですね、アカウントを開設するとか、その機材を買うとか、多分就任から、今で5ヶ月ぐらいでやられてきたんで、結構ハード的なというか、はい、側を整備することだと思うんですけど、ソフト的なというか、その中身の部分に関してそのもっとやっていかれると、その今までやってこられていることも多分よりその生きてきます、来るといいますか、はい、なんかいいんじゃないのかなとは思いましたという、ありがとうございます。分かりました。 NHK さん、SNS でフォローがいる場がいるわけじゃないので僭越ですけれども、フォロワーを増やすということとインプレッションを増やすみたいなところでの観点で話すと大きく2点あってですね、なんか必要のないものをあえて入れるみたいな、この逆説的な話になるんですけれども、例えば以前水郷祭が中止になったというか、大体の花火大会が中止になった時に上沢市長が個人のツイッターの方で水郷祭の花火の写真を上げてた時に、はい、ちょっと伸びてたと思うんですけれども、いわゆるいつもの上田市長の、ツイッターを拝見すると、こんなことが今日あってこんな活動をしてきましたっていう中で、もちろんその水郷祭の花火っていうコンテンツとしての強さっていうのもあると思うんですけれども、あれが一個インプレッションが他よりも多かったっていう点も踏まえたりすると、別にその必要情報ではないんだけれども、なんか見たいというか、単純に面白いってだけの情報でもいいと思いますし、そういったものを一つ挙げるっていうのがまず1点と、はい、もう一つはその、市長になるか誰になるか分からないんですけれども、なんか誰かこう人物として
なんか立つような人物をアイコン化するみたいなところもあるのかなと思っていて、例えばなんか伸びているあの例えば行政のチャンネルというかだと、例えば農水省のなんかバズマフっていう YouTube とかがあったりして、なんかその農水省の官僚っていう一見多分すごくとっつきにくいような人たちが2人組で YouTuber やってて、登録者が多分数万人くらい多分いると思うんですけれども、そういうのがあったりとか、あとジョージアの大使とかがなんかあのいろんなメディア露出とかしてたりとか、なんだっけ、あのシュクルメリみたいなやつを食べたりとかしてて、なんか結構その個人もなんか行政のなんかアカウントというよりももうほぼ誰か個人のアカウントとかに、それは誰にするかっていうのは多分あの 市の職員の方の方が一番詳しいと思うので、はい、どうするかっていうのはあれですけれども、そういったことをするとなんかあのより見たいなと思うのではないかと思いました。ありがとうございます。実はちょっと考えてたところがあったんで、今おっしゃっていただいてあっと思いました。ちょっとフォーカスを当ててみたいと思いますので、ありがとうございます。他いかがでしょうか。あ、お願いします。毎日新聞さん。毎日の小坂です。今 NHK さんからバズマフの話が出たんですけど、私もバズマフをフォローというか YouTube であの登録してあの見ているんですけれども、はい、あのバズマフが何をやってるかっていうのをもうちょっとあの詳細にあのご説明できたら面白いのかなと思って、はい、あのもともとはその九州にいた2人組の人たちが投稿していることが多くて、でその2人がなんかすごくキャラが立ってて、バズマフってそのいくつか、まあ、中四国の農政局の人もやってれば北陸の農政局の人もやっていて、で北海道の農政局の人がなんか変な農産物カードゲームで遊んでいたりとか、結構本当にこの人たち官僚なのかしらみたいなことをしているんですが、なぜそのもともと九州にいた人たちがだけ再生回数がやたら伸びているかって言ったら、多分その2人がものすごく面白い方 で、まあ、中にはその東北なんかでお酒をものすごくこんな酒があってこんな酒があって、でひたすらの一緒に料理して飲んだりしている人もいてですね、で特にちょっと戻ってしまうんですが、九州の人たちがあの月曜から夜更かしに多分1回取り上げられてたんですね、あの日本テレビ系の。そういうなんかキャラが立っている人がいると、こう面白おかしく取り上げられるケースも多いのかなという気がしています。こう先ほども少し申し上げましたけれども、もう少しこう柔らかいことを楽しく発信しても、その SNS の使い方としてはこうより良くなっていくのかなというふうに感じます。それからあの市内のイベントなんかでもですね、あの、まあ、土日なのは特に同時多発的に行われているので、まあ、あの自分の知らないところではこんなイベントがあったんだっていうのを、あの、まあ、市内に住んでる別の知人のアカウントなんかでこんなの行って楽しかったっていうのを後で見て、あ、行けばよかったなって思うことも多々あってですね、あの、まあ、市役所にお勤めの皆さんあのたくさんいらっしゃると思うので、その中でも特にこう市内の情報通みたいな方を何人か選抜してこう SNS の対策ではないですけれども、そういうあの専属に近いようなスタッフの方がいて、こう市民の皆さんも知らない市の情報を発信していっても面白いのかなというふうに考えております。以上です。ありがとうございます。特派員みたいな感じですね。あの自分が見つけたのをすぐにアップするというミッションを追ってるということですね。面白いですね。わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。お願いします。あの最上テレビなんですけど、あんまり言っていいか分かりませんけど、はい、やっぱテレビって食べ物するとすごい上がるんですよ、スパン、はあ、こっちがどんなに真面目なネタを発信したいと思っても、はい、なぜかテレビでちょっとこう来ちゃうんで、はあ、やっぱテレビとかそのなんていうか食べ物とか美味しいものとか甘いものってどうしても人がガッてくるんですけど、はい、そこから取り掛かると、今コロナ禍で飲食店すごく大変なので、まあ、こう取り掛かりはそういう美味しいものをこうどんどん発信して、こう松江の美味しいものをアピールしてこうなんか掴んでいくといいんじゃないかなって個人的には思いますけど、はい、ちょっとすみません、テレビはちょっとそういうところがありました。わかりました、はい、すみません、すみませんでした。ビジュアルも重要ですよね。ビジュアルは結構大事なんで、はい、すみません。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいじゃ
ですかね。皆さんありがとうございました。とても貴重なアイデアをいただいたので、明日からは変わらないかもしれないけど、徐々にですけど改善していきますので、であとですね、すみません、私の個人的な感想なんですが、やっぱり皆さん市民の皆さんと、市役所の間にも立っていただいてますし、世の中のこと本当によくしてらっしゃるので、ぜひちょっといろいろこういう形で教えていただきたいです。私もこういろんなとこ行ってるつもりなんですけど、やっぱり限られてるので、一人しかいないもんですから、時間も限られてますんで、皆様からぜひ生の声をいただいて、それを、もしよろしければ市役所に届けていただく役割も、そしてまた市役所から情報発信もさせていただきますので、それもまたつないでいただく役割もぜひ果たしていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。本日は貴重なご意見もありがとうございました。以上で市長定例式記者会見終了いたします。ありがとうございました。